はい、コズのお趣味部屋へようこそ。今回もね、呪術廻戦グッズ紹介していきたいと思います。今日もね、届いたもの、はい、そちらをね紹介していきたいと思います。こちら、じゃんとね、はい、段ボールで届きました。つーか段ボールに入ってますよね。はい、でまず最初は、はい、まず1個目はこちら、キャンバスアートですね。はい、呪術廻戦、こちらちょっと見ていきましょう。はい、こちらですね。いや、いいね、うん、五条先生。はい、原作イラストこちらですね。アートボード、はい、こちらが1個目で、2個目がこちら、ジャンプコミックスクリアファイルコレクション、うん、あ、こんなの頼んでたんだ自分で何買ったか覚えてないっていうね、はい、これも見ていきましょう。一応取り出してみたんですけど、なんかこれカレンダーになってんのかなと思ったのよ、カレンダー風にね。そしたら違うのね。これ全10種からランダムでクリアファイルが1枚入っているっていうんでね、あ、これブラインドなんだと思ってね。はい、それがね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と、はい、10枚購入しました。はい、これは10枚でコンプリートできんのかな。こんな感じで入ってんだね。うん、これはいいですよ。もちろんね、狙いは五条先生ですけど、これは後で開封します。はい、で続きましてこちら、ジャンプフェスタ2021缶バッジ2個セットっていうことでね、板取りと伏黒、はい、この2人と下等と五条、この2人、いいですね。はい、で続きまして、はい、こちらアクリルフィギュアコレクション、はい、こちらも買ってたんですね、私ね。これどこで売ってんのかなと思ってたんですけど、普通になんか買ってましたね、はい、しかも結構買ってるね。はい、こちら全12種で多分12個買ってますね、これ全種揃うのかな、これも、はい、後ほど開封します。でラスト、こちらおいおい違うじゃねえかよってねなんかこれも入ってましたね。はい、こちらですね、これもジャンフェス限定のワンピースのキャンバスボード、はい、なぜか1個だけワンピースが入ってましたね。はい、まあ、キャンバスボード自体がね、自分好きでコレクションしてるんでね、はい、うん、これも全員揃ってていいね。ゾロがかっけえぜ、かっけえゾロ、はい、はい、ちゅうことで以上になりますね。はい、あとはプチプチ、はい、では最初ね、このジャンプコミックス柄クリアファイルコレクション、こちらをね、開封していきたいと思います。はい、では1枚目いきます。せーの、おお、2巻伏黒のやつですね。あ、これなかなかいいね。小さいミニクリアファイルなんだけど、よくできてるわ。ちゃんとあらすじも書いてありますね。うん、あ、これいいわ。うん、ちょっとしたものね、入れられる。
かなかいいわこれ。はいはい、では2枚目いきます。せーの、イタドリ一巻ですね。はい、記念すべき一巻。はいはい、では3枚目いきます。せーの、ちょっと待って。はい、はい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 、はい、こちらメカ丸ですね。メカ丸の牟田幸吉。はい、メカ丸、うん、10巻。はいはい、では4枚目いきます。せーの、プシュッと、おー、はいはい、ゲトウ。はい、9巻、ゲトウですね。はいはい、では折り返しの5枚目いきます。せーの、よいしょ、あー、はいはいはい、これは伏黒ですね。伏黒当時、うん、伏黒恵の父親ですね。はい、8巻。では6枚目いきます。せーの、あー、はい、釘先ですね。釘先3巻。はいはい、では7枚目いきます。せーの、ましたね、五条先生降臨。殺してやる。はい、うわ、来た。4巻のこのね、表紙イラストがね、ちょうど欲しいんですよ今。なぜかっつったらね、渋谷スクランブルフィギュアのね、五条先生、あれを飾るのにね、この絵柄のやつをね、並べたいんですよ、はい、でその真ん中にフィギュアを置くっていう感じにしたいんでね、このイラストのやつを集めてるんですね私ね。はい、なのでこれはいいね。はいはい、8枚目。これ8枚目なんですけど、もうこれ予告しますわ、5巻。はい、だってね、ちょっとね、見切れてんだよね、画像じゃ分かりづらいけど柄がさはい、いきます。はい、ほら柄で分かったわ。はい、東堂、高田ちゃん。はい、では9枚目いきます。せーの、おー、はいはいはい、マヒト6巻のマヒト。はい、ラスト10枚目なんですが、今のところダブりないってことは、やっぱりこれコンプリートできるしようか、10個買ったら。あとなんだ、あ、7巻がないのかな、7巻か。はい、でこれが7巻だったら、うん、コンプリートだね。はい、行きます、ラスト。せーの、あ、やっぱりそうだね。はい、7巻、長相。はい、長相でコンプリート。
続いてね、こちらのアクリルフィギュアコレクション、こちらをね開封していきたいんですが、あのね、どうやら私ね、これは1010種のやつを買ったらしいですね。覚えてないんですけど1010種のやつを買ったんでコンプリートできたんですね。でこれはね、これもなんか1012種のやつを購入したみたいなんですよ。なので多分コンプリートできますね。はい。まあでもね、ブラインド開封見たいという方もおられると思うんで開封していきたいと思います。はい。では早速この1枚目ね、はい、開封していきましょう。はい。では1枚目いきます。せーの。1枚目はゲトウでしたね、はい、名前プレートが落ちた。こうか。こういうカードタイプはね、前にも言いましたけどね、このまんま取っておきたい派なんですよね。はい。ゲトウ。はい。2個目いきます。今ゆっくり開けよう。はい。飛んじゃうんでね。せーの。あ、はいはいはい。イタドリ。このイタドリいいね。かっこいいね。黒線花っていうやつだね。黒線。はい。イタドリ。はい。では3個目いきます。せーの。パンダ。はい、パンダ先輩、ゴリラモードですね。はいはい。4個目いきます。せーの。あ、はい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 。釘先のバラ。はい、釘先。はい。5個目いきます。せーの。あ、はいはい。ナナミいいね。ナナミ最近ナナミのね渋さに気づいてきてね、いいなと思ってんだよね。ナナミ渋いよな。うん。はいはい。6個目いきます。せーの。あ、はいはい。まあ人。はい。まあ人。はい。折り返しの7枚目。7個目。いきます。せーの。はい。東堂葵。5個目いきます。せーの。来た。五条先生来た。来たぜ五条先生。いいね。なんか五条先生っつったら青のイメージなんだけど、これバックが緑なんだよね。うん、珍しいな。後ろのこの手は何なんでしょうね。はい。はい、9個目いきます。せーの。お、犬巻トゲ。いいね。これも人気キャラですからね。はいはい。では10個目いきます。せーの。はい、伏黒ですね。伏黒恵。うん。いいね、この伏黒。はい。はい、11個目いきます。せーの。
両面宿儺。かっけえな。両面宿儺。うん、かっけえ。はい。ではラスト。いきます。せーの。はい。はい。全員巻きですね。といった感じでね、開封させていただきました。はい、すべてコンプリートされていましたね。はい。もうここの段階の時、まあドキドキしながら やってたんだけどね、もう完全に後半出来レースですね。はい、では今回のね、ちょっと購入品の金額、こちらを発表したいと思います。まずコレクション缶バッジ、こちらですね。はい、こちらが880円。はい、でアクリルフィギュアコレクション、はい、さっきやったこれですね。はい、これがお一つ880円、これが12個で1560円。はい、でデザインアートボード、これはワンピースですね。ワンピースも呪術廻戦も3850円。はい、でクリアファイル、こちらですね。こちらが1枚330円で10枚で3300円、合計ダッン送料込み23390円。払ったのは結構前なんですけど、こんな払ったのか。まあまあ、でも全部コンプリートだしね、うん、まあ買って損はないですね。まあ、普通にね、うん、オークションとかあのフリマアプリだとね、まあ1個で定価の倍とかねしてたりするんでね、キャラによって。まあ、全部コンプリートと考えれば、うん、損はないと思いたい。はい、ということでね、今回はジャンプフェスタ、ジャンプフェスタっていうより、まあ、ジャンプフェスタ2021オンラインオリジナルグッズ販売サイト、はい、こちらの方で購入したものの紹介になります。はい、まあ、ワンピースも入ったんでね、呪術廻戦オンリーとはいきませんでしたが、はい。皆さんどうでしたでしょうか。もしね、これを見ていいなと思ったらね、高評価、グッドボタン、あとチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと SNS もね、概要欄にリンク貼ってますんで、フォローとかしていただけたら幸いです。では今日はこの辺で、ご視聴どうも。ありがとうございました。